死者の街を出てから何度かデーモンと戦った。ブラッドたちに鍛えられ不死なる神とも戦った僕にとって、無造無造のデーモンは大した敵ではなかった。旅に出てからかなり経つけど、まだ人間とは出会ってない。たまに見るのは野生の獣と奇妙でいびつなデーモンだけ。そんな、ブラッドたちが生きてた頃から200年、200年間人間が戻ってきてないってことか。寒いけど雪になるほどじゃない。大きな魔法の跡かな。灯火の神グレイスフィールよ、この地に迷える魂たちに安息と導きを。100年だもんな。地形も変わるか。保存食も尽きかけてる。祝祷術でパンは出せるし、水も清められるからしばらくはなんとかなるけど、できれば早く人里に出たい。川沿いを下っていけば、いつかは。デーモンじゃない!オイノシシだ!とどめを…同じ白羽の矢、狩人。この状況はまずい。
こんな場所で武器を手にした者同士、相手の出方次第じゃ。せっかく人に会えたんだ、なんとか警戒を解きたい。武器を手放す、相手が攻撃してくるかも。祝祷術を使って敬虔な神道アピール、攻撃と勘違いされる可能性も。慎重に言葉を選ばないと。よそ者の僕には身の証の立てようが。エレンウラ、ルーメンコメンティウルボ。コエルフ語？お前、エルフの演者か？いえ、でもあなたはエルフの演者だと思って。その弓、そうでしょ？け、一応はそうだけどよ。まあいい。それよりそっちのそれ、お前が仕留めたのか？はい、僕が。こいつは俺の獲物だった。お前が横から殺した。前世の癖で思わずすみませんって言いそうになった。そうですね、いきなり突っ込んできたもので、身を守るためにやむなく。でもこれは交渉事だ。とどめを刺したのは僕ですから、その分の権利は主張できますよね。まあ言い分はもっともだな。あー、くそ、欠けてやがる。もう数がねえのに。金属は貴重なのかも。それからあれこれ交渉した。銀髪のハーフエルフは交渉上手で、割といいように翻弄されてしまったけど、解体を手伝う代わりに前足の付け根をもらうことで落ち着いた。へえ、分かってんの。ごめんなさい。ありがとう。大切にいただきます。経験だね。さてと、前足一本はお前の取り分と。これで分配は終わりだな。だね。肝臓だけ食っちまうか。すぐ痛むしな。なら手鍋あるよ。フラムモーイグニス。おお、手際いいじゃねえか。まあね、魔法のことは一旦隠しておこう。さあ、お楽しみだね。お。地母神マーテルよ、善なる神々よ、あなた方の慈しみによりこの食事をいただきます。ここに用意された食物を祝福し、私たちの心と体を支える糧としてください。マジで経験なんだな。あんまり信仰があるタイプじゃないらしい。前世の記憶がある僕よりも自然に近そうなのに。いただきます。うへえ。たまらない。は？道を聞きたいだ？いや、それが説明しづらくて、何と言ったらいいか。見慣れねえ顔だし、お前ほんとどこのもんだよ。廃墟でアンデッドに育てられてとか説明してもね。南から来たんだけど。南？お前ここが最南端だぞ。人類進出の最南端、サウスマークのビーストウッズだよ。それでも南から来たんだ。いろいろあって。ああ、ひょっとして遺跡あさりの冒険者の類か？まあそんな感じかな。で道に迷ったと。うん。こんなぽやっとした冒険者は初めて見たぜ。まあいいや、このまま川沿いに下れば2日もすりゃちょっとした町にたどり着ける。あとはなんとかなるだろう。ありがとう。ま、頑張れよ。あ、どうせなら君が住んでる集落に立ち寄ってもいいかな。あの、来るな。一時でも受け入れたくねえよ。わかる？そりゃそうだよね。こんな武装した得体の知れないやつを。ごめんなさい。だからつけてくんなよ。あ、明かりなしで大丈夫？お前に心配されることじゃねっつうの。それって妖精だよ。初めて見た。精霊神の眷属であるエルフは同じ精霊の眷属と親和性が高いというけれど、彼もそうらしい。じゃあな。僕はウィル。
ウィリアム・ジー・マリー・ブラッド、君は？メネル。メネル・ドールだ。まあもう会うことはねえだろうが。せいぜいのたれ死ぬなよ。メネル・ドール。確かエルフ語で、とても素早く飛ぶワシのことだっけ。ちょっと口は悪かったけど、話していて楽しかったな。同世代に見えたけど、ハーフエルフは長寿だって言うから、僕よりずっと年上なのかもしれない。そういえば、もうすぐ町があるんだっけ。どうせ手に入るなら、今夜は豪勢に行こう。まずは川を下って町に行こう。そして、いろいろ情報を手に入れて。灯火よ、我が灯火よ、願わくは汝が道行きにて、どうか最果ての闇に光を。メール！今のは神様の啓示。ルメン！近くの集落で惨劇が起こる。そしてメネルが巻き込まれる。ティンベニーレット・フマーヌム、近く。あれだ、間に合った。エラスズ、森の方で何か光ってたように見えたが。見間違いじゃないですか。よかった、メネルの知り合いだと名乗れば。な、隠れて、僕の後ろに。早く。襲撃者。メネルの集落が襲われる。メネルが惨事に巻き込まれる。違う、啓示の解釈は受けて次第だ。なんて愚かだったのだろう。メネルドールは惨劇の被害者じゃない、主犯だったのだ。行け、村を抑えろ。こいつは俺がやる。メネル、どうして。つけてくんなっつったんだがな。死ねよ。みんな起きろ、起きろ。襲撃だ。武器持て。アクケルレティオ。ノームや、ノーム、その足すくい。妖精の力の行使、対応する策はない。だったら、はあ、彼は知らない。鍛え抜かれた筋肉による暴力があれば、大抵のことは解決すると。クソ、サラマンダーよ、焼き殺せ。マジかよ。死者や怪我人が出てしまわないうちに全員取り押さえよう。アラーヌーム、オプリガーディオン。だから、とにかく潰すべきだ。俺の話を聞け。まずだ。いきなり襲われたんだぞ。新幹線士さんにはお恥ずかしいところ。改めて先ほどは助かりました。ジョンと申します。ウィリアムと申します。羊も法もバラバラの連中が自然と集まった村でして、大体こうなんですわ。この一帯はサウスマークのビーストウッズに位置し、ファータイル王国が支配している土地らしい。でも王国の秩序や権力は危険な辺境までは及ばず、この周辺は犯罪者や身寄りのない逃亡者、遺跡漁りの冒険者など、いわゆる外れ者の村が点在しているそうだ。かくいう私もその一人ですが。彼らどうなるんでしょうね。私もどうなるかわからんのですわ。連中、ここから一日くらい離れた隣村の連中でして。隣村の。
お互い裕福ではないとはいえ、冬の蓄えくらいはあったはずだし、これまでうまくやってきたのですが。それにあの銀髪のエルフ混ざりはここらじゃナウテの流浪の狩人でして、害獣退治で何度も世話になっているのですが。さてさて、みんな喋るのにも疲れたろう。ひとまず水でも飲みなさい。長老のトム爺さんです。神官戦士殿、ジョンから話は聞きました。この老骨からもお礼を申し上げますわい。いえ、これもひとえに灯火の神様のお導きです。ああ、ではその神さんにも感謝申し上げねばなりませんな。して神官戦士殿、今この場で何かあったら我々を守ってくださると思ってよろしいかな。はい、グレイスフィールの灯火にかけてこの場の全員を守ります。では連中が再び暴れ出しても安心というわけじゃ。みんな、とりあえず連中を起こして事情を聞こうかと思うが、良いかな。吊るす相手です。情が移るとやりづらい。こういうのはそっくりやっちまうべきだ。何もわからんままの方が危険じゃろう。神官戦士殿が助けてくださる。どうやら事情聴取の方向で話を進めたいらしい。デーモンだ。村がデーモンにやられた。何人も、村の半分は死んだ。女子供や怪我人を抱え、冬の寒さの中で屋根もなく食料もなく、気の身気のまま死を待つばかりならいっそ。略奪を提案したのは俺だ。デーモンに挑んでも勝ち目はねえ。このまま死ぬより近場で略奪してどこなりと行くべきだろってな。あの村のマープルばあさんには世話になってたからな。マープルはどうなったかね。死んだとよ。そうか。俺を吊るせ。俺が提案したんだ。こいつらは俺に騙されたんだよ。見逃してやってくれ。頼む。そんなことができるか。ふざけるな。全員吊るせ。カリウドには恩がある。隣村の者たちには同情もしよう。しかし吊るさざるを得ぬな。行き場のない彼らは解放してもまた略奪を働くだろう。村の安全のために殺さざるを得ない。これは賢い選択だけれど、僕のお母さんは言った。損を恐れず人を愛し良いことをしてほしいと。お父さんは言った。結果を信じて前に出ろ、悩みすぎて足を止めるなと。その言葉は今もここにある。この目の前のどうしようもないことを覆す。お金で解決できませんか。賠償、贖いの銀です。そういう風習はありませんか。あるにはあるわ。誰が払うんだそんな金。こいつらは無一文。お金は僕が払います。おお、なぜかな、神官戦士殿。それはデーモンこそは我が宿敵、我が両親の仇だからです。そして灯火の神に邪神を払い、嘆く者を救うと誓いを立てております。デーモンの害を被った者たちとあらば援助をしましょう。デーモンに占拠された村など放置してはおけません。戦いに向かいます。ついてはそこにいる彼を雇わせていただきたい。彼は森を知る優秀な狩人なのでしょう。デーモンたちを追うのにぜひ彼の力が必要です。ついえは惜しみません。本当によろしいので。我々ばかりが得をすることに。それはきっと皆様の日頃の行いが良かったからでしょう。魂と輪廻を司る灯火の神グレイスフィール様は皆様の生きる日々を慈悲の瞳で見ていらっしゃいますから。なんとか状況を乗り切れたでしょうか。
どこかで神様が小さく微笑んだ気がした。襲われた村の生き残りで襲撃に加われなかった人たちを保護した。人質の意味もあるだろうけど、保護は保護だ。お前、何が目的なんだよ。裏も表もないよ、言った通り。新幹線士だからか。まあ、ああそうそう、事後承諾になるけど、村の奪還とデーモン追悼のために雇われてくれるよね。俺は人殺しと略奪をそそのかした張本人だぞ。裁かなくていいのかよ。生産はもう賠償金で終わってるよ。そもそも飢えた村人のためやむなくだよね。俺が裏切るとか考えねえのか。そうなったら困るの隣村の人たちでしょ。お人よしが。そのうちいいようにむしられてのたれ死ぬぞ。まあ気をつけるよ。いいさ、とりあえず雇われてやるよ。とにかく金は必要だしな。よろしく。差し当たってはどうするんだ、雇い主様よ。隣村はデーモンたちに占拠されてるんだよね。とりあえず突っ込もうか、時間が惜しいし。おいおい、正気か。結構な数で魔獣まで連れてんだぞ。作戦は、勝算は。大丈夫、慣れてるから。まあ急いだ方がいいのは確かだな。死んだ奴らがアンデッド化してるかもしれない。だったら彷徨って行方が分からなくなる前に輪廻に返してあげないと。